手羽先神社という神社がございまして、そこの大潮祭りで、神輿の前の、道中清める太鼓になります。道中囃子、それから跳ね込み太鼓、この一番大きい送り囃子、3曲続けてまいります。病気存じますよね。止めるだけで、気づいた時だけでいいんで、そのままで。はい、準備ができましたようなんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。道中囃子、それから跳ね込み太鼓、送り囃子というふうに聞いていただきました。我々の時間もあとわずかとなっております。頑張って勢いよくやりたいと思います。10月に入りますと、守谷駅、それと、日立の方に演奏旅行に行く予定になっております。いや違うね、あそこでも来れるかもしれない。はい、それではですね、皆様ご存知の大漁節、我々がやってるのは清張大漁節でございます。踊りを添えてご覧いただきます。はい、Thank you.
男踊りを中心に行っております。意外に、我々の太鼓はですね、運動量が多くて非常に大変なんです。だいたい1曲 100m を一生懸命走るくらいの、体力を使う、そんな感じなんです。はい、時間もなくなっております。三尺六寸の大太鼓ありますけど、約1メーター50センチ直径ございます。打ちますは68歳のお姉さんが打ちます。その辺もご覧ください。はい、それでは早馬鹿林、俗名早打ち太鼓とも申します。それでは聴いていただきます。